こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は FBA の長期在庫の処分方法、どういうふうにすればいいかですね。それについてお答えします。こういう文面ですね。ロングタームがどうのこうのとか、書いてある、メールが届いている人には届いていると思います。これは、半年以上売れてない在庫については、1キュービックフィートあたり11.25ドルで、12ヶ月、1年以上売れてない商品には、22.50フィート、キュービックフィートの保管料がかかりますと。で、この保管料はですね、半年分が前払いになります。で、売れても日割りで戻るっていう制度はないです。そんなわけで、長期在庫はできるだけない方がいいんですけど、これ一旦戻してまた入れるとかね、日本の場合はやってたんですけど、海外だとね、一旦戻してまた入れるその受け取りと発送の手数料とか検品の手数料を払うとあんまり意味がないです。そんなわけで、おすすめは、半年かかる前の段階で、だからね、5ヶ月目の段階で、半年以上経ってる該当商品は、全部値段を見直すと、ね、最安値にして売り切っちゃうのがいいでしょうね。で、それでも売れない商品は、しょうがない。最安値に、毎月変えてですね、12ヶ月で売り切ると。で、1年以上かかりそうなものについては、こちらの方はもう、値下げしても売れない、最安値でも売れないんだったら捨ててしまうというのが、妥当な処分方法かなと思います。あんまりこの長期在庫を気にしすぎたりですね、売れないのをどうしようって方に意識を集中しちゃうと、肝心な儲かる商品を見つけて補充するって方が、おろそかになっちゃうというか、厚物に懲りてなますを吹くというかですね、売れ残ったらどうしようってことで、売れる商品の補充をしなかったり、売れる商品のテスト仕入れをしないと、本末転倒で儲けが出なくなりますんで、あんまりこちらには力を注がず、値下げする、売れなかったら捨ててしまうというぐらいの気持ちでいいかと思います。また個別にね、そうは言っても買ったの高かったんですとかですね、あるいは売れると思うんですという場合は、個別に返信コードを、ね、送っていただいてご相談ください。ご相談をお待ちしています。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。